あいにくだけど、ここから先は一歩も進むことはできなくてよ、コウサギちゃん。あなたを倒さない限り、先へは進めないようね。でもあなたに倒せるかしらね、この私が。四季鬼衆の長を務めているのは伊達ではないつもり。あなたの辿るべき道はただ一つ、死のみをコルクラン。どうやらその力本物のようね。そうなるとなおのこと、私はここで死ぬわけにはいかないわ。何としてもあなたをゴートボーン様のもとへ行かせるわけにはいかなくなったわ。我らがゴートボーン様はあらゆる世界で王となるべきお方。敗れることがないのは当然としても、あなたのような奴を生かしておいては何かと目障り。我ら色族、機会を見て再びあなたの命もらい受ける。
ここまでよコルク。四季四人衆の名にかけて貴様の命もらい受ける。このプロケル、同じ相手に二度負けたことはなし。ま、いくらあんたが怪力ゴリラだからって私たち四人の力が揃ったらひとたまりもないわよ。そういうことだ。貴様はこれより真の恐怖を味わうこととなるだろう。コルクランスよ、アモン、プロケル、リリム、抜かるな。おお、我ら四人の力、とくと見るがいい。何をするにもいつも一緒だった。いつでも何か困ったことがあると必ず力になってくれた姉さん。この戦いだって姉さんがいてくれたらどれだけ心強かったか。でも今は一人、そして姉さんを助け出すためでもあるこの旅、グズグズしていられないわ。コルク、アモをはじめとする四人衆を倒せたものね。でもそれもここまで。ゴートボーン様にとってお前の存在など皆無に等しいわ。もっともあの方のもとまで行くことさえできはしないでしょうけど。姉さん、あれは姉さんの声に間違いないわ。でもまるで別人のようだわ。一体姉さんの身に何があったのかしら。行かなきゃ、早く姉さんのもとへ。Oh, my God.
私はホーリーキャスク剣術指南メリアナイ。何を言ってるの姉さん。私よ、ゴルフよ。恐怖のあまり気でも触れたのかしら。なんで私がわからないの姉さん。我が愛しきゴートボーン様のためにお前は邪魔な存在。この世から消え失せるがいい。死ねゴルクラ。あなたの倒すべき相手はゴートボーンではないわ。彼を責めないで。彼はブルックなの。姉さんの婚約者ブルック・ロイの伯爵。そんな。これは彼の意思ではないわ。今までの私のように何者かによって操られているだけなの。でも元に戻る方法はないわ。彼もゴートボーンとして生きるよりもブルック・ロイナとして死んでいくことを望んでいるはず。だからお願いコルク、彼の魂を救ってあげて。これ以上罪を犯させないためにも。姉さん。コルクには最後まで迷惑をかけてしまった。メリアはコルクの腕の中で静かに息を引き取った。コルクは肩を震わせ大粒の涙を流しながらメリアをそっと床の上に寝かせた。姉さん、できるかどうかわからないけど、それがみんなのために一番良い方法なら頑張ってみる。だから少しの間ここで眠ってて。